さあトリコロールランド楽しんでらっしゃいますでしょうかね、皆さん食べて飲んでそして、試合前のひとときをという感じでございますけれども、さあ続いては豪華ゲストをお迎えしてのレジェンドトークショーをお楽しみいただきたいと思います。くしくもこのタイミングかというね、開催となりましたが、とにかくお迎えいたしましょう。大きな拍手でお迎えください。元ミッセル神戸フォワード坂東龍二さん、そして元横浜 F マリノス、そしてミッセル神戸と所属の那須大輔さん、そして我らが栗原雄三グランシップキャプテン、そして鳩安博アンバサダーです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは、バンコさんから皆様に一言ご挨拶を。おばんざい。あんまりやっぱりあれですね、まだおばんざいが浸透してないですね、マリノスにはね。ああ、そうですか。わかりました。本日はよろしくお願いします。お願いします。皆さん、昔6年在籍させていただきました。那須です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ゆうじょうさん。おばんざい。いいですね。俺の方が盛り上がり。ああ、確かに。何の戦いですか。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ハトさん。はい、ハトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おばんざい。どういう感じなんですかね、今日。あ、じゃあ、お座りください、どうぞ。さあ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 。それではですね、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございますね。今日もですね、レジェンドトークショー、ホームアウェーの垣根を越えましてね、いつも越えまくっちゃってますけども、楽しい時間をね、短時間ではございますけどもお送りできればということでね、どうか皆様よろしくお願いいたします。とはいえとんでもないタイミングでとんでもないマッチアップとなった今日の試合でございますけども、司会者としては今日は皆さんに自主的にその辺のことを中心に積極的にトークを進めていただきたいと思います。どうか一つお願いいたします。お願いします。鳩さんだけ顔が木村さん硬いそうそう、ね、そうそう、もうそれ以上に今鳩さんの顔のが硬かったよ。はい、ね、あ、じゃあちょ最初にいいですか、今日那須さんは立ち位置的にはどちら側？いやー、まあ最新で言うとヴィッセルで引退したんで、2年在籍させてもらったんですけど、まあでもタイトルはやっぱ、まあ、両クラブで取らせてもらったんですよ、だから思い入れがどっちもあるんですよね。だからちょっとこうどっちっていうより、まあ本当にこの首位争い楽しんでるっていう感じの方かもしれないです。はい、うん、はい、だから真ん中にっていう。たまたまなんですけど、はい、やっぱ YouTuber なんで。そうですね、はい、はい、見ましたよ、いっぱい。はい、はい、まあまあそんなこといいんですけど、こそこそ話する場所じゃないんでね。はい、それではですね、お題がいくつかございましてですね、現在の上位混戦状態をどう感じていますかということで、ハトさん、どんな感じですか。いや、まずばんちゃんからいいですか。はい、いや、でもやっぱいいなと思いますね。やっぱこれこういうどっかが独走して、まあ、優勝みたいになってしまうと面白くないので、まあ、今、まあ、少し上位、まあ、離れてますけど、まあ、列も迫ってきたりしてますし、まあ、すごく面白いこの終盤になってきてるんじゃないかなというふうに思いますけど、那須さんどうですか。いや、同じふうに思います。まあ、取るべき選手が取ってる、マリノスしかり、神戸しかり、浦和しかり、やっぱ前面の選手、核となる選手たちが取ってる、っていうところがやっぱまあ好調というか今の順位を表してるのかなっていうのは思いますけど、ゆうぞさんは。そうですね、マリノスはまあやっぱリーグの優勝経験ありますけど、まあ、神戸多分まだ取ったことないんで、もう今年は確実に狙ってると思うし、まあ、タレントはもう確実にいるんで、本当に怖いチームではあるんですけど、まあ今日勝てばマリノスが優勝に一歩近づくかなって感じなんで、ぜひ勝たせてもらいたいと思います。勝たせてもらいたいと思います。勝たせてくれたらいいんですけどね。そうですね。いや、まあ雄三の言う通り、本当に神戸は今回は絶対逃さないっていう、なんかクラブのなんかそういうね、表現の仕方っていうか、また新たに補強もすごいしてますし、やっぱビッグネームが来てるので、そういう部分では力の入れようをすごく感じてるんですけど、まあマリノスとしてはやっぱり前節、まあ
まあ、ああいう形でアントラーズにしっかりと勝って、うんね、うん、なかなかこうちょっとリーグでこう結果出ずに、まあ、マリノスファミリー全員がうーんっていう状況だったんですけど、まあ、あの一戦でだいぶこうなんていうんですかね、また前向きなマリノスに戻ってきたんじゃないかと思うんで、今日は本当そういう意味では一番いい形で神戸に臨めるんじゃないかなと思います。はい、はい、鳩さんは淡路じゃないですか。淡路弟ヴィッセルいたじゃないですか。ヴィ、ね、ッセルいたね。あれはヴィッセルいたでしょ。あれは名前がまだヴィッセルじゃないよね。いやいや、名前はヴィッセルユニフォームは、うん、あの色は前の色でしたけど名前はヴィッセルです。変わってないです。うん、はい、でも弟はね、はい、あのヴィッセルの J1 の舞台には立ってないんです。うん、あの当時サテライト、はいはいはい、まあ、当時あの人数が多くて、まあ、2軍ですよね、はい、そこではプレーしましたけど J1 ではプレーしてないんで。何やられてるんですか弟今。今横浜でフットサル経営してます。あ、そうですか。はい、使ってやってください。淡路を2人とも捨ててそんな話どうでもいい話よ。いや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 、気になりますよ僕はね。僕は気になります。はい、はい、木村さんちゃんと回してください。はいはいはい、はい、楽しいなって、はいはい、いやだってもう那須さんと私がいますから。そうね、はい、もうずっとやってますからこういうことを。こういうことね、はい、YouTube、はい、あ、おばんざいの YouTube と、はい、もう今やっと4万人行きましたから、うん、もうすごいな、まあ、今日あんまり今マリノスの、ね、人たちには浸透してないですけど、うん、今日もこれでもう今1000人ぐらいいるでしょ、うん、これ1000人登録者数増えますからこれ、うん、那須のだけはしないでください登録外してほしい、できれば。那須さん45万人ぐらいいますもんね。いやもう那須のは、那須のは外してほしい。45万人すごっ。そうですよ、はい、すごい。ありがたいことに、もういつも外してくださいってもうスピーカーのように大宣伝してくれるんですよ。もう大先輩ですもん。いやいや、じゃあ人の宣伝をしてしまってる。いや、してない。あ、じゃあしてないんですか。絶対外してほしい。ゆずはお前してんのか俺のやつ。バンさんのはね、してないのに出てくるんですよ。今日します。ちなみにマリノス、ちなみにマリノスの YouTube の会員数どのくらいいるの。YouTube の会員数どのぐらいですか。どのぐらいいるのかな。よく考えたら俺そこだけ。これアンバサダーの人たちが知ってないって、これは失格じゃないですか。違う違う違う、10万人。10万人、うん、ああ、10万人。10万人。那須さんすごいっすね。すごい。個人ですからね。ね、そうですよね、うん、いや昔してたんで増えてましたけど、最近そんな増えてないんでね。はい、最近は緩やかに。だから今日ね、はい、いっぱいいるで頼んどいた方がいい。はい、で木村さんちょっと神戸の話とかした方がいいんじゃないですか。あ、そうなんですよ、うん、いや、どこで話切ろうかなちょっと今悩んでしまった。どうぞ。はい、バンちゃんは結構内部情報知ってますからね。はい、ということで、はい、ヴィッセル神戸躍進の理由や個人的な分析をお願いしたいんですけども。絶対バンドに聞いた方がいいです、はい、僕でも2005年までですかね、2002年から5年まで、うん、で2年間がその白と黒の縦縞、うんうん、で最後の1年ですかね、2005年に多分変わったと思うんで、うん、だからもう何年ですか、もう20年近く出てからなんで、うん、最近そんなに知らないです、うん、そんな知らない。はい、何でも知ってそうやけど、知ってることもありますけど、うん、ここではさすがに話せないです。どういうことですか。ワンちゃんは喋るでしょう。いやいやいや、ここは割と違い方言なんで。そう、ここは割とあんまりこう、はい、皆さん聞いても大体スルーなんで、はい、うん、結構みんな中で言えないことみんなここで言って、そう、ここで言ってんのっていうことが多いんですけど、僕は選手とかのことじゃないことなんで、僕は知ってることは。え、どういうことですか。いやだからそのもっとなんかね、言うぞ。いやまあだからもうあのこの選手取ってきた時はこういう力が働いてこうなんですよとか、うん、いやー、ね、でもマッタが来たのはちょっとびっくりしましたね。びっくりしたね。やっぱイニエスタ選手がね、ああやって満了になって、うん、またそういう選手、うん、ビッグネームがまた来た言うてね。またいや、さすがですね。今日は関西の血がね、あの雄三さんの目が痛かったです今。雄三さんの、はい、どうぞどうぞ。いやいや、またね、どうですか。またまたもなんですけど、まあ神戸の躍進というか、うん、
まあまあ、あの皆さん多分あのご存知かもしれないですけど、まあ、ツートップが、うん、はい、やっぱ今年馴染みましたよね、やっと J リーグ仕様に、うん、なんかやっぱ海外からまあ、イニエスタも言ってたんですけど、こう来て、うん、J リーグはやっぱ厳しいと、やっぱ全く違うサッカー、うん、まあ、気候も含めて、だから海外仕様に多分大迫選手武藤選手もされてね、うん、でそれ結構苦しいんだと思うんですよ。で今年やっぱ J リーグの気候も含めてそこがこうフィットして、だからまあ今の好調につながってるっていう、まあ、あのツートップというか 前の2人はなさツートップじゃないんじゃないですけど、まあでもスリートップ、スリートップなんですけど、はい、あのまあ、大迫が前行って、はい、あの武藤がこう周りで走ってって感じなんですけど、だから時間を作れる選手たちがいるっていうのは前にかなり頼もしいというか、今の神戸のサッカーからするとあの前でいかに時間が作れるかなんで、こう同じフォワードからするとやっぱあの大迫選手のあれだけこうワントップで、まあ、キープできて、うん、なおかつ後ろ下がって前も向けてパスも出せる、うんうん、これは本当ディフェンスからしたらもう厄介でしかないと。でその中で、まあ、J リーグでも昔そうなんですけど、大迫選手はそんなにめっちゃいっぱい点を取ってますよ、取ってますけど、うん、その得点っていうわけではなかった中で今シーズン今19得点でしょ。これはちょっと止められないなという感じがするんですけど、うん、まずそのポジションで言うと雄三とかね、 やっぱり、うん、聞いてみたいですよ、彼のそのキープとかどう止めるみたいな。いやなんかもう今若い子たち増えてきて、うん、自分がこう現役でやってた時の、まあ、唯一じゃないけど大迫とか武藤って対戦経験あるんですけど、本当、うん、はい、体の使い方って体強いですよね。あ、体結構細身なんですけど体幹が強いのか、あ、なんかポストプレーもできるし、うん、まあスピードももちろん、まあ、昔に比べたらちょっと落ちたかもしれないですけど、それでももうまだまだ全然できると思うし、シュートもうまいし、うん、だから結構あの中澤佑二さんがそんなやられるのを見たことなかったんですけど、うん、結構ガチでやられてるのを間近で見て、やっぱすごいいい選手だっていうイメージはやっぱあります、ね、うん、例えば今日とかも、まあ、大迫選手にまあ後ろから入るわけじゃないですか、はい、こうどう止めるとか、はい、フォワードだったらだから考えるんですよ、ディフェンスこっちにいるから右側に止めようとか、はい、こっちから来るからここに止めようとか、でその後どう体入れようとか、ディフェンスってどういう風にこう入った時に考えてこの取ろうかこの見ようかみたいなのってあるんですか。そうですね、やっぱ相手の体の強さとか、うん、使い方とかによって違うかもしれないですけど、うん、まあ、彼はあの相手の力も使いながらこう反転するのとかもうまいんで、うん、なるべくこうゴールから遠いところでやるためにはやっぱマリノスの得意なハイラインでやることがやっぱ大事なんじゃないかなって思いますけどね、うん、まあちょっと怖いのはハイラインじゃないですか、はい、でやっぱり両サイドのところはやっぱり武藤選手だったり、うん、今日で言うと井野選手右側ね、どっちかっていうとこうスピードがあって仕掛けて自分で剥がせるタイプじゃないです か、うん、だからそこはちょっと怖いですよね、スペースがあると、うんうん、ね、うん、だから最近マリノスもちょっとやられてるのはやっぱりこう前線でボールを奪われていい時はすぐディフェンスして取り返して二次攻撃三次攻撃っていうのがそれでアタッキングフットボールって形が表現されてたのがやっぱ前線の切り替えがちょっと遅いがゆえにやっぱり背後のスペースっていうのはちょっと疲れ出してるんですよ。なのでやっぱキーポイントはやっぱりこう前線絶対サッカーってボール奪われるじゃないですか、うん、奪われた時のやっぱ切り替えの部分で今日はどれだけ守備のところで取りすぐ取り返してまた攻撃できるか、これちょっとポイントちゃうかなと僕は思ってるんですけどね。どうですか、ちょっといいですか、気になること、うん、ディフェンス、さっき言うぞとも話したんですけど、うん、ディフェンス、まあ、左利きが並んでるじゃないですか、センターバック、うん、まあ、世界的にはなかなかないですよね、うん、でそうなった時に、まあ、右サイドバックって左からこういうボールが多分多くなるじゃないですか、多い、あれって結構次のトラップと前見るのって難しくないですか、これを来るよりも、例えばセンターバックが左利きでボール来るときには、うん、やっぱり角度的には引っ掛けられやすいですよね。でしょ、うん、うん。だからやっぱサイドバックとしてもより高い位置よりも相手とちょっとこうやっぱりこうその引っ掛けられない距離を保つし、うん、
来たボールに対して右足にボール来ればいいけど、うん、左足にボール来た時にはやっぱりプレッシャーをバーンってかかるんで、ね、一番その取りどころ、うん、ヴィッセルとしてはマリノスのこのサイドのところで取りどころになってしまう、うん、ここがちょっと心配ですけどね。どうですか、ナスその辺はディフェンスやっててボランチやってて一番取りどころとかってボランチやってたっけ。ボランチマリノスでそうはい、ボランチやってました、うん、まあでもそうですね、だからもちろんその左利きでサイドバックで出た時にまさにその置きどころによって、うんまあ、パワー持ってないというか蹴れない状態になったら多分5をかけますし、かけるよね、絶対かけますし、うん、だからそこがちょっとでもずれようもんならっていうところだと思うんですけど、うんまあ、そこをなんか逆に逆手にとってこう相手がこう前に来たのを、うん、裏返せる戦術を持ってるので、うんうん、今のマリノスはだからまあそういうところも見どころかなとは思うんですけど、うんまあ、回避のそのプレス回避の形が一つだけじゃないんで、うんうんまあ、仮に左足行きましたって言ったらワンタッチでこうフリックもしますし、うん、いろんなプレス回避の日があるので、まあ、そこは今日ちょっと見てみたいです。いや、ね、結構取りに行く、はい、もう俺がフォワードなら取りに行く、しかも左を切って、うん、その右足使えるか使えないか分からないけど、うん、そんなにやろうから、だから左行かないように左から切っていって、うん、まあどっちかってそこを制限して次、うん、中のエドワールド入った時に、うん、もう一人が行くみたいな感じで多分取りに行くんちゃうかなと。しかも前から多分プレッシャー来ると思うから、うん、それは結構取りどころかなと思います。見どころですねそれ、うん、結構ディフェンスのボール回しとそれに対してヴィッセルの前からどうプレスかけるんかなみたいなのは、まあ、すごくちょっと楽しみですね。あんまりマリノス的にはその長いボールエアバトルはしないんで、どっちかっていうとやっぱボールは上げずに下でこう繋いでいくタイプなんで、まあ確かにそこはちょっと狙われたくはないですね。うん、ねえ、ゆうぞう。な、個人的にちょっとバンさんフォワードに聞きたいことあるんですけど、うん、いいよ。そのワントップで大迫選手とか、うんうん、ワントップに張る選手って、まあ、結構滞空時間長いとかクリア押し込まれて、うんうん、こうルーズになってくるじゃないですか。で大迫選手とか、まあ、興梠慎三とかよく分かりやすいんですけど、うん、こうフォワードこうボール見ないでフォワード見るんですよ、うん、バンさんもそういうディフェンスをね、そうです、ディフェンスを見るんですよ、ね、あ、ディフェンスを見るんですよ。だからこう上がってる時にそうです、ディフェンスは絶対こうボール見ますから、ボール見て取りに行くから落下地点に入るから、だからフォワードはあんまボール見ずにディフェンスを感じながらそのディフェンスがいるところに体を当てて、あ、で向こうがパッてきたらファールになるし、あ、そうです、そうです。それが多分大迫選手はうまいし、まあ俺はそんなに大きくなかったからやっぱそこでヘディングでやられることがあったけど、そこで多分彼とかはキープして体当ててってことです、ね、でさっき言ったみたい、ユーゾー言ったみたいにもし来たらくるっと回るみたいな、うん、とかはやっぱ常にやっぱ狙ってるので、うん、確かに大迫選手は体の使い方めちゃくちゃうまいから、はい、逆にユーゾーが言うように逆に近づきすぎてもくるっとこう体をうまく逆に回るんですね。そう、使われてその反動を使われて前を向かれる、うん、だから本当対応しづらいよね。昔よりそのシュートに行くまでのその貪欲さとか、うん、昔はあんまシュートそこまでね、うん、打たへんかったから、うん、だから今あれシュート打ってくるからディフェンスからしたらすごい怖いなと思いますけどね、うん、まさかフォワード対決、今日はだからロペス対大迫みたいなとこも、うん、19点ですからね、うん、2人とも、うんうん、まあ、ロペスは今年は説得点をなるってね明言してますから、あ、うん、PK も蹴ってますもんね。 PK も蹴ってるよね、蹴ってるよね。ユゾ見てる？ユゾ、ユゾ聞いてんねんけど。蹴ってるじゃないですか。蹴ってるよな。ガンバ戦とかもね。そうね。あと僕そのルヴァンカップのなんか抽選の時にちょっと司会みたいなのさせていただいて、うん、でまあ山根ね、うん、君とちょっと話したんですけど、うん、まあ、僕は彼はもう。まあ、もう将来キャプテンになるなと勝手に言ってるんで思ってるし、うんうん、で注目してるんですよね。でマンシーとマリノスの試合かな、うん、ゴール前で、うん、はいはい、クッと向いたでしょ前に、うん、いやめっちゃええなと思いましたね、しびれましたねあれは。だこの間雄三ともちょっと話したんだけど、うん、山根は本当にこう直前で自分の判断を変えれる、うんうん、だから昔ヤッと、うん、ガンバにいたヤッとが、はい、直前でこうキュッとこうプレーを変えれるぐらい、うん、山根は変えれるよねっていうその話をちょうどしてた、ね、
この間の試合も、うん、あの右で最後ゴール決まったやつね、一回切り返して、うん、あれ普通に多分もっと待ってパスするけど、うん、一回こっちにして、うん、まあオフサイドになるかなと思ったけどならないようにで上げて、うん、時間作ってね、そうだからあれがボックス内でできるってやっぱりああいう選手がボランチいるのはいいなっていうのは思いましたね、うんうん、楽しみですよね、だから今日も、うん、だから蛍とかまあ荻原とか多分あの辺もガッと厳しくいくやろうから、特に蛍が、うんうん、それに対してどういうふうにやるのか、まあ、このあたりもすごく楽しみですね。結構今サッカーで細かい話ですからね。あ、いや確かに、いや、ね、あの今 の, あの皆さんのお話聞いてから多分ゲーム見たらすごい面白いんだろうなってちょっと思ったんですけど、そう、フォワードのとことかボランチのとことかね、うん、あとは今バッチャーが言ったようにあのサイドのところ、角田からのところはどういうふうな作りをしていくのかとか、うんうん、そういうのを頭に入れながら試合観戦するのも楽しいですよね。そうですよね、より深くなんか見れるかなという感じがしますけどもね、うん、はい、では続きましてですね、お互いの、チームのリスペクトをするところってどんなところでしょうということなんですね。これ雄三分野です。あ分野あるっすか。そんな初めて聞きました。じゃあ雄三さん、もう喋りは関西人に任しとけばいいなと思って。あ、それでマイクここに置いてあったんですか。いや、まああれですよね、うん、J リーグをやっぱり盛り上げるようなタレントを連れてきてくれる、うん、やっぱまあ少なからずイニエスタとか、うん、まあ今回マタとか取ってきて、うん、みんな注目するし、もうそれだけでも本当 J リーグにとっての財産っていうか本当にいいことだと思うし、まあ、そういうチームなんじゃないかなと思ってます、ね、なるほど。それだけじゃないですけど、もちろん、はい、どうですかパンクさん、ポステコグルー、ね、監督が来た時にやっぱハイラインにして、でマリノスってもうこれからこういうサッカーするんだみたいなのをやっぱすごく見せてくれたと思うんですよね。でそれを、まあ、監督がいなくなってもやはり継続してマリノスってこういうサッカーするよね、でそれに対してやっぱりそのサポーターの人たちもこれがもうマリノスのサッカーなんだみたいなのをもう自分たちもそういうふうに思ってる、でそれをやっぱ持続させながらやってるっていうのが、まあ、素晴らしいなと思って、で今後また余計に楽しみだと思いますね。こういうサッカーをしたい選手たちはまあ集まるだろうし、まあ、マスカット監督もまあいつまでどうなるか分かんないですから、その時に次にどの監督でどうやっていくんかとか、だからそういう楽しみ あの見方があるというか、どういうふうに今後またなっていくんやろなみたいなのがすごい楽しみな、こう本当そんなサッカーをやってくれるクラブだなというふうに思います。 ありがとうございます。じゃ あのちょうど中立な立ち位置の那須さん。はい、あの、まあ、マリノスはあのハイラインで、まあ、多分ラインの長さ的に言えば20メートルで25メートルぐらいとか、あのトップからディフェンダーのラインまでで、あの大体30メートルぐらいみたいなのを言われてるんですけど、距離感的にそれだと結構中盤ポコポコ開くんですよ、空間が。だからボールが奪えないんですよ。でそこで奪えないとやっぱポゼッションのチームは致命的になるんで、だから本当多分20メートルとか感覚的には25メートルぐらいがライン設定でバーって後ろ上げて、まあ、でもあれをこうやり続けて勝てるっていうのは本当にすごいなっていうのは、もちろん後ろの予測だったりとか、あと全体の統率だったりとか、あれって本当に難しいので、であとこまめなことをどんだけできる選手がいるかっていうところなんで、監督にあの言われてることプラス、だからそれでやっぱあの体力的にもかなりあの集中力も使えますし、だからこれからどんどん涼しくなってきますし、さらにこう運動量プラス質が上がってくんじゃないかなっていう予想はしてるんですけど、あと神戸に関してはあの今、まあ、海外のトレンドでやっぱローラインっていうところの前にあのやっぱすごい選手たちがいるの限定なんですけど、マンチェスターシティだったりインテルだったりとか、まああいう前にすごい選手たちがいてローラインでボールをあのこう守備ライン引いてもあのロングカウンターをこう打てるっていう、だからそれが、まあ、神戸はできる選手が今いるっていうところで、やっぱ戦い方としては全く違う、うん、戦い方になるとは思うんですけど、それぞれにやっぱ特徴があって、それを、まあ、一貫してこうシーズン通してやってるので、まあ、今の準備あると思うんですけど、まあ、いろんなそういう見方の上で両チームともやっぱこう今の位置に値するチームだと思うので非常に楽しみです。はい、ありがとうございます。ここでですねちょっと話題を変えたいんですけども、那須さん1週間限定で、はい、現役復帰、はい、はい、いかがでした。いや、一言で楽しかったです。
すごく楽しかったです、はい、なんか批判もされてましたもんね、はい、あれどうやったんですか。いや、あのもうそれも込みで僕は、はい、あの正直あ見てないんですよ。あのそういうなんで僕批判する人っていうのは、はい、一つのコメントとして意見としてはいいんですけど、うん、僕無責任だと思ってんで、うん、それに対してだって何も変えられない現状っていうのがあるので、だから別にそこを僕は目的として取りに行くとどうしてもやっぱ気持ちが引っ張られてて、うん、僕はそこのチーム変えたいとか勝ちたいっていう思いで行ってるので、そこがやっぱ本質にあるので、あのむしろ賛否が起こることはすごくいいことだと思ってますし、あの業界っていうか、まあ、その J3 っていうリーグを盛り上げるとかチームの認知してもらうとかいろんな、思いがあって行ったので、まあすごく楽しかったです。それも込みで。ちょっと熱くなってきましたね、はい、そうですね。え、雄三とかそのナスが現役みたいな、どういう風な感じで見てたの。いや、なんかでも普段から体動かしてるんじゃないですか、うん、だからその動かしてる人で42歳くらいで、うん、まあ J3 っつったらあれですけど J3 のレベルでどんくらいできるのかなっていう興味はありましたけど、うん、正直どうでもよくて結果もあの動画も見てないですよ。どうなんかど勝ったんだけど負けた引き分けに持ち込んだよね。じゃあ特に何もなかったってこと、ね、だ途中出場だったよね。だからフォワードやろ、フォワード出てたやろ、はい、いやだからあれはさ、はい、その1週間とかじゃ1ヶ月ぐらいをちょっとやってさ、はい、した方が良かったんちゃう。でもあの正確に言うとあれアマチュア登録なんですよ。だから金銭全く発生してないんですよ。そらそやろ、はい、ね、でも実費でずっと行くじゃないですか。でも契約じゃないですか、プロ経営じゃないですかみんな。だからアマチュア登録で1週間でやっぱチームの変革をしてほしいっていう無理やろそんなオファーだったんですけど、でもあ思いました。でもできることいっぱいあるなって。おそれは何でかさ、プレイヤーとしてもなんですけどコーチライセンス取りてるじゃないですか。だからそういう目線でやっぱあのいろんな選手たちが結構迷ってたりするんです。あの監督コーチはあの大きい座組をこう組み立てますけど、うん、細かいとこまで一個一個こう言えないじゃないですか、全員見れないので。なるほど。そういう意味では選手たちの対話の中で選手が変化してくれた部分もありましたし、はい、それはちょっと監督の力だとかいうことですか。それはいやいやいや、そういうことなんですよ。それで吉川さんがそのあととかあのなんか一人一人のあのこの細部細かいことをやっぱ監督が一個一個言えないんですよ。やっぱりやっぱチームの戦術とか攻守においてのっていうところは言えると思うんですけど、なんかそういう個人個人っていう意味ではそのいろんなことをこう伝えたり一緒にやったりっていうので、まあ、楽しくやらせてもらいました、ね、はい、YouTube の中でもあの今季はもうあのいろんなとこ行ったりできないから、ね、はい、あのまた来季どうなるかっていうところがちょっといやいや楽しみ、 To be continued で面白そうだなっていう、楽しみにしてるわけでございますけども、さあ、お二人の YouTube チャンネルについてはもう冒頭からずっと語られてたので、いやもうそれはもういいですよいいです、ね、もうみんな登録してくれてるでしょうから、ね、あ、もう登録今ここでしてね、でも最近ちょっと声もかけられることにあって、はい、僕いつもあのステッカー持ってるんですよ、はあ、バンステッカーおばんざいステッカーおばんざいで QR コードもついてて、はい、すぐに登録もできるんで、はい、まあ買えるときに欲しい人がいれば、はいはい、今日何枚ぐらい。いや今日30枚ぐらい持ってきてますね早いもの勝ちです。最近結構早いんですよ消費が。消費がね、はい、いやもうそれはいいんですけど、いやちょっとねその雄三とか今クラブのことをやってるわけでしょ。でまあ角田選手とかいるわけやん、はい、なんかこう話したりとかするの、もっとこうした方がええんちゃうとかこうなんちゃうみたいなのは。あ、それはあんましないですよ。ただ、うん、自分が一緒にやってる選手とはたまに話しますけど、うん、でも現役で一緒にやってない選手とはちょっとそういう話はしないですね、なかなか。ただなんか例えば角田とか去年とかちょっと出れない時期とかあって、うんうん、そういう時になんかこう悩みみたいな感じで言ってきてくれた時とかにはあ、まあ、一丁前にアドバイスとかしましたけど。いやいや、そりゃそうやろ。はい、ということでございます。お時間がやってきてしまいました。えらい切り方ですね、それ、はい、こんな切り方が。はいはいはい、加藤さんもそんな喋ってなかったし。はい、あ、いやもう、雄三さん終わりだなと。なるほど完全に思ってました。ズバリですね、もうこれ最後になるんですけども、いつもですね、あのトークショーの最後には、ズバリ今日は何対何ということをお聞きしてるんですけども、予想を。
これをぜひとも馬田さん、まあ、そんなになんか点は入らない感じかなとは思いますね。まあ、ヴィッセルも今25失点ぐらいでしょ。ちょっとマリノスが多いんですよね。34かな、それぐらいで。で、まあ、19点取ってる両ワントップがいて、だから彼らに対しては多分両ともかなり厳しくいくと思うので、1点どっちかが決めてっていう試合になるのかなと思いますけど、どっちが1点って言わないとダメなんですよね。そうですね、できれば、ね、はい。まあでもヴィッセルが1対0で、はい、もうこれはもういいです、怒られるの覚悟でじゃないかなと。でも1対0でヴィッセル言うたら多分おばつさん登録してくれへんよ。いや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 、まあ、いや聞かれたからこれでまた俺がもうマリノスや言うたら、もうヴィッセルの俺 OB やのに優勝を望んでないんかとかって、ただでさえ2005年移籍した後ずっとブーイングされるのに、ね、笑顔で見てるサポーターの方がいきなり怒った顔になる。いやいや、そうですよ。まあだから 1-0、まあ、ヴィッセルかなと思いますけど、でも今日の試合勝った方が優勝するんじゃないかっていうぐらいの試合だと思います。そうですね。はい。はい。じゃあ本当、いや本当大事ですよ。今日は本当大事だと思います。じゃあ1-0ということでいいですか。はい、1-0です。見せてください。はい。じゃあ那さん。僕はですね、もうどっちもめっちゃかかるんですよ本当に。なのでまあそんなに点数が多く入るとは僕も予想してないので。はいはい、お互い1-1で引き分けかなっていう。あ、せこい。せこいわ。いや、もうこれはもう英断だと思います。はい、1-1で。はい、1-1で。はい、ゆうとさん。そうですね、僕はまあ期待も込めて、はい、3-1で。3-1で。はい。エンマリです。はい。じゃあ最後、畑さん。僕も期待を込めて、はい、4-1で。4-1で。さらに重ねてまいりました。はい。はい、わかりました。じゃあね、ちょっとこの予想も含めまして、ゲームの方楽しみたいと思いますけども、それではね、残念ながらお時間の方来てしまったので、最後にお集まりの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。バンドさん。本日はありがとうございました。こうやってなかなか所属したことのないチームに来ることってないんですけど、まあ今日こうやって話してみてすごくいいなと思いましたし、まあこういうのでいろんなクラブがやりながら、まあ、OB も本当にたくさんの OB がいるの で今日もしかしたらちょっとわからない話とか難しいなとか、案外バンドとかナスもなんか戦術語れるんやなみたいな、いや多分あったと思うんですけど、やっぱあるんですよ選手って、それぞれやっぱり思ってることって。だからそういうこうちょっと深いことを話せるようなこういう場所があるっていうのは本当素晴らしいと思いますし、また呼ばれることがあれば来たいなと思いますし、なんなら試合終わってからちょっとね、どうせ明日休みでしょうからどうせ1時間ぐらい話したいなと思いますけどね。那須さん、そうですね、那須さん YouTube 連れてきてますし、今日もせこせこと撮影してましたから、いやほんませこいなと思いましたね。相変わらずせこいなと、もう絶対登録外すべきだと思いましたありがとうございました。ありがとうございました。那須さん、はい、一言お願いします。ありがとうございました。こうやってまあ、マリノスサポーター、ヴィッセルサポーターの皆さんとこう喋れる機会はなかなかないので、本当に楽しめました。で、僕から皆さんにこうお伝えというか、まあ、残りも何節って限られてきてるので、まあ、皆さんの声ってめちゃくちゃ選手に届くんですよ。これ、本当に僕は、まあ、晩年やっぱサポーターの声ですっごい支えられたので、今もこの YouTube 活動やってるのって皆さんのこの支えというか、現役時代にもう忘れられない、もう記憶にもうこびりついてる、脳裏にこう焼き付いてる声とか、一緒に戦ってる姿っていうのがあったので、まあ本当今もこう動けるので、ぜひ今日の試合も選手一人でも多くこう大きな声出して本気で応援していただければもう必ず届くと思うので、今日も熱い応援ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ゆうとさん。そうですね、今日本当にさっきバンさんが言ったように、勝ったチームが優勝するんじゃないかっていうような試合だと思うんで、まあ、ここにいる皆さんと、まあ、鳩さん、那須さん、バンさん、多分マリノス寄りだと思うんで、力を合わせて頑張りたいと思いますんで寄せましたね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃ最後に鳩さん、はい、お願いします。このトークショーもね、いつもはなんかこうあまりこうサッカーの
ね、詳しい話はしないんですけど、バンちゃんとナスが来てくれたことによってよりね、なんかこう違う目線で話してきたことが非常に楽しかったですし、またこういう機会があったらいいなと思いますし、さっきみんなが言ってくれたように、この試合で勝った方が本当に優勝に近づくのは間違いないと思うんで、皆さんぜひ熱い応援を選手たちに届けてください。お願いします。はい、ありがとうございました。ということで、お忙しい中ありがとうございました。バンドリュウさん、そして那須大輔さん、そして雄三さんに、ハトさん、ありがとうございました。はい、お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。おばんざい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。